奥村信介、1968年3月17日、生まれは、日本の経営者。ピープルホライズン株式会社代表取締役社長1990年株式、会社富士銀行に入行、外資系金融機関、GE 日本法人等を経て、世界最大の人事人材ビジネスグループであるスイスのアデーコグループの日本法人社長を務めた。 人材サービス事業を内から変革することに取り組み、同社退職後、人材サービス市場を外から眺め、足りないこと、できていない、付加価値を提供することが必要で自らの使命と漢字、2018年2月、人材市場を変革し、人と企業のチャンスを創造する5つの挑戦と掲げ、同志と共に、ピープルホライズン株式会社を立ち上げ、同社代表取締役、 経験の多様化を自らのキャリアにおいて経験し、人材、製造サービス、金すべてに携わった中で、自らが働く最大の動機は、人と共同し、達成感を分かち合うことと語っている。大学時代は、体育会屋敷集球部に所属したが、周囲との技量レベルの差に、サッカー以外の道を探したいと1年間で退部。これが、人生最初に感じた挫折。 二度目の挫折は、外資系金融機関からのキャリアコンバートに挑んでいた、時と語っている。挫折や葛藤を通じて、成長、成熟は果たされる、仕事の適性や能力は、仕事の前ではなく、他者からの期待に応えることによって、仕事の後に開花するものという詩の言葉を、実感してきたことを実践し、キャリアの地平線を広げようとしている。スイス IMD 普通インセットで、 人材教育、育成について学ぶ、公益社団法人経済、同友会館時金融経済ほか、雇用問題、人材育成、新卒採用プロジェクトなどに参画女性が輝く、社会のあり方研究会委員なども歴任、磯野小右衛門のヤシャありがとうございます。